ジミアンは Linux および Unix での GNOME プラットフォーム向けのフリーなデスクトップアプリケーションを開発していた企業である。ジミアンはミゲルデイカザとナットフリードマンが1999年10月に設立した会社であり、2003年8月4日にはノベルに買収された。ノベルはジミアンの名称とその開発プロジェクトを全て存続させ、 さらにノベルのグラブワイズとジワックスのサポートもジミアンに分担させている。ジミアンは新製品開発と同時に既存のフリーソフトウェアのプロジェクトを宣伝させて一貫した操作ができるようにしている。それらプロジェクトの成果はジミアンデスクトップという製品にまとめられており、ユーザーが一般的なビジネスで必要とするようなツール群が統合されている。いわばジミアン化された gnome.openofice.org f 外務がリリースされている。また、次のような製品もリリースされている。ジミアンは、デスクトップ Linux コンソーシアムの創設メンバーであり、ネットフレームワークのフリーソフトウェア実装であるものの、開発を主導していた。現在は、ザマランが開発している。ありがとうございます。